漢義奴国王院印寿とは中国において進化に対して印象を授けることによって官職の証とした制度のことである。印は印象、寿はそれを下げるための紐のことであり、この組み合わせにより一目でどのような地位にあるかがわかるようにされていた。漢助などによると漢の印寿制度では、印の材質では上から順に玉、金、銀、銅、寿の色は多色、 霊、紫、青、黒、木となる。さらに印の中部分には、魚、蛇、竜、虎、亀、羊、馬、ラクダなどの動物の形、花、瓦、橋の形など、様々な造形が施されている。作法体成果における、中国の周辺諸国の君主たちはそれぞれに、名目的に中国王朝の進化とされ、それぞれが印象を受けていた。 これは、外親と呼ばれ、王朝に直接使えている内津おみよりも一段低い扱いを受ける。例えば、関大において、諸皇王は、内津おみの場合は、金字霊樹が授けられるが、外親で王号を持つ者は、金印子終となる。日本の東島で発見された、官位八国王院や、まだ見つかっていない、和上王卑弥呼が授けられた、親際王印も、金印子終である。 日本においては天皇を中心とする朝廷から各地方の国司に任ぜられたものにその身分の証として授けられ、また沖縄県が琉球王国だった頃は義民を中華の皇帝から授与されていた。こうした官職委会君等を象徴する印員であるが、この習慣は中国由来の命理にも反映されており、詩人が君主に排越する適当な機会を 印呪の直流年としている。また、文語帳の日本語で住職に就くことを印呪を帯びるといった例がある。例えば、勝田達夫、重臣たちの昭和史、P115、先ほども天馬で、西恩寺が首相の印呪を帯びるほどの人物は、三都の巣を花で、数ほどの苦難をなめたものでなければその資格がないと、軍意を漏らしたのを聞いたばかりである。天王の印。 ありがとうございます。